危ない。結構な距離飛んだな。こっからここまで飛んだぞ。半分ぐらいは飛んでいけた。よし、頑張って。歩きで行こう。すぐそこに、また祠があったんだよな。あ、馬江戸じゃん、これ。何の馬江戸、これ。何の馬江戸？日がっかれ。あっかれ東ってことか。勝つとさー、いいや、マークだけでこれ。ちょっと欲しいものがあるけど、あるかな。うわ、なんかないな。松明が欲しいんだけど、ないかな。何のレシピ？米と肉と岩塩？肉丼？歓迎するわ。松明ねえな。いらねえ。いらんけど、俺これの写真はさすがに持ってるか。うん、まあいいや。ちょ、降りろ。こっちの研究所も青い炎を持ってこいってミッションがあるから、先にこなしてもいいんだけどな。てか、すぐそこに灯籠あったしな。あの馬宿。ここも雨降ったっけな。俺これ昔に裏で松明なしでクリアしたんだけどね。手持ちの装備に火つけまくって運ぶっていう無謀なことやって。でも無理なんだよな今。引火する装備持ってね。研究所の方にはあんのかな、松明が。松明なしチャレンジみたいなことになってたからな。いて。あ、こいつらの武器、もらうか。いてー。いでー。やべ、燃える。燃えるけど、俺装備捨てなきゃいけないのやだな。これはいらんわ、槍は。槍いんなくて、これも捨てちゃうか。ナイフプラスプラス。体験どっちか捨ててもいいけどな。はい、待って。燃えちゃう。うわー、やめてー。あ、でも雨降ってきた。古代炉。どこだっけ？あっちか？雨降ってきたな。昔にやったんだよな。2年か1年ぐらい前に。これ雨宿りできるかな。薪。あ、ダメだ。消えるんだよね。ここ天候、いや、雨固定じゃねえな。ちょ、待つしかねえわ。
よし、雨が止んだ。ムジュラの仮面で、しばらくこれで敵に気づかれにくくなると思うんだけど、なんとかならんかな。やば。特定の敵ってのが誰か俺把握してないからわからんけど。一応つけて回ろうか。あ、よかったー。あんま高いとこから落ちると武器しまっちゃうから。うん、お前に気づかれんのかよ。これで、いけるでしょ。危ない危ない危ない。落ちる落ちる。これでダメなんだね。気づかれちゃうんだ。まあ、灯籠に火さえつけてけば、その辺に武器持ちはいっぱいいるからね。あ、やべ。行ってるそばからなくなった。武器の補充は簡単にできるな。回収。オッケー。魂のリレー。攻撃射程に入んない方がいいよ。それにつけたい。あっちのにもつけて。ちょっと届いてない。あいつで一個武器回収する？眠いね。寝よっか。今日起きちゃった。起きんじゃ。でも武器持ってねんかよ、お前。用ねえわ。これ、道すがらに行くと、道すがらというか、道なりに行くとガーディアンがいるんだよね。それ厄介よな。あっちゃ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 。灯台欲しい。灯台じゃない、食材。起動した。やめろ。あぶねえ。持ってくれ、バット。すぐそこなんだ。あぶねえ。よっしゃ、あぶねえ。ミファーリレー。やっべ、なくなった。回復回復回復。とりあえず回復。ゴーゴー飲めばよかったな、最初から。あれ、俺、今ドリンク飲んだ、間違えて。やべえな。木の枝とかでいいから拾うか。出えへんのかい。あ、来た。木の枝だけど耐久的には耐えるんじゃない？ちょ、マジで鬱陶しいな、あいつ。いたー！ちまちま食ってたら合わんな。まあ、いいや。キノコ食うか。おらららららら。ら、ちょ、もう やろ。やつやりに行こう。上がってこい。オッケー。すっかり夜だけどね。いや、ゴーゴー最初から飲んどけよかったかもな。ほい。ちょ、引っかかってる引っかかってる。魂へのリレー発動。燃えてる燃えてる。
アッカレ古代研究所。ファイヤー。オッケー。これ意味なかったな、むしろ。まあいいや、入ろう。ロベリー。ヘイ。You! まさかリンク!よくこれでリンクって分かったね。その通り。Exactly. わー!それにしても今日はなんともビジー。慌ただしい。100年ぶりにリンクに会うわ、チェリーチョ。いや、シーカーレンジは動いとるわ。あー、つけましたけど。サンキュー。てっきりミーの合図の力で動き出したのかと思うとはいい。あんたは?ミー?オーマイ、ガー。エキサイとして自己紹介忘れとったわ。それでは改めて。でも一応知り合いなんだから自己紹介っているか?ミーはガーディアン研究の第一人者にしてこのアッカレ古代研究所の所長。ドクター!ラベリー!ああ、それにしてもよく一人でこんな偏僻な場所まで来れたの。さては、プルアのばあさんに会って、はあ、彼女の力を借りたんじゃろ。プルアって誰?オッケー、知らなんだら別に。お前ら相性悪いもんな。結構噛み合わない二人だから。バイザウェイの緩和球大。ユー、あのガノンが再び力を盛り返してるのは知ってる?知らない。オーマイガッ。それならウィーラの行き札を話した方がいいのか?いや、話さなくていい。おいしい、あい、わかった。それでは、いいんだな。ユー、今こそウィーラシーカー族と力を合わせ、ガノンを撃つのじゃ。選択してない。まあ、やるか。ははあ、そうじゃ。ミー、あ、ユーとミーがコラボしてガノンを撃つのじゃ。そんなわけでユー、前置きがなくなったが、ミーから古代兵装を提供しようと思う。あ、まずはこれを渡しておこう。古代兵装、いや、一本持ってっけどね。これはシーカー族秘伝の英知の結晶。そしてミーが改良に改良を重ねた。対ガノン用兵器。言うなれば、ウルトラスーパーグレート古代兵装の一つ。名付けて。長いな。古代兵装。いや。チェリーちゃんは古代兵装や以外にもいろんな古代兵装を作れるぞい。もしけりゃ古代素材とルピーを。なんかルピーちっちゃくね?ルピーの文字。こんなもんか?いや、ちっちゃい。とルピーがちっちゃいのか。欲しけりゃ古代兵装、トルピーをチェリーちゃんに渡すんじゃ、ぐらいの感覚なのか。聞こえとったか。許せ、リンク。ウィーラ研究者はハイラル城が破壊されてから研究費が降りなくなってしもうた。まあ、そりゃそうだろうね。だからウィーラを助けると思ってルピーを、プリーズ。アンド、なるべく早く、ミーとユーのコラボレーションで、ガノン打ち倒すのじゃ。寝てるな。この人奥さんらしいですよ。ロベリーの。どうも。あ、そうなんだ。チェリーちゃんは無事稼働中じゃ。あとはユーがガノンを撃つだけじゃ。バイザエ。さてはみんな何か言うか?まあ別にないかな。バイバーイ。毎度。素材トルピーを入れてください。古代の装備に変換します。古代兵装を作れると。古代兵装剣。バネ足んねえ。バネ足んねえ。体験は作れる。槍も作れる。弓は作れない。お金があれば作れるんだな。鎧たち。古代兵器耐性アップってやっぱ古代兵装に対して防御力が上がるのかな。矢は欲しいけど、お金作ってくるか?お、日記ある。回顧録。時は100年前。薬剤ガノンがゼルダ姫を飲み込み、ミーとフルア女子がリンクを解析のほ、あ、解析の祠に眠らせてから数日後の話。それでは、チェケラ。インパ様をかかりこ村に残し、ミーとフルア女子はかかりこ村を出た。このままかかりこ村に留まって3人まとめて薬剤ガノンにやれてしまえば、いつか目覚めたリンクにゼルダ姫の伝言を伝える者がいなくなってしまう。つまり語り部は一人でも多い方が良いという結論だ。
まあロベリーもあれで100歳超えてますからね。縮んだな、だいぶ。幸いなことにハテール地方とアッカレの、大きな古代エネルギー溜まりを発見した。この近くに引っ越せばハイロール城にいた時の薬剤ガノン封じの研究も続けられるだろう。よく目つけられなかったね。プロや女子とじゃんけんの結果、ミーはアッカレ地方に引っ越すことになった。じゃんけんで負けたのか？こっちが負けなのかな？あっちは近いもんな。かかりこと。いざアッカレ地方に。と思ったが、まずはプロや女子をハテール地方の固体エネルギー溜まりまで送ることになった。プロや女子がか弱い女子を一人旅させるのかとごねたからだ。あのわがままさえなければ、容姿端麗、頭脳明晰、スタイル抜群の完璧な女性なのだが。何今の話。ハイラル城で使っていた、ハーの誘導石をリアカーに乗せ、インパ様と再会約束し、ミーとプラ女子の三人、じゃなかった二人はかかりこ村を後にした。ナリシャ高地をなんか、シェーラ湖を渡り、クロチェリー平原から果ての砦。果ての砦。そこにはリンクが大量のガーディアンと戦い、力尽きたかの地である。ハイラル王に剣の腕を見込まれ、ゼルダ王姫、お月の騎士となったリンクだったが、このガーディアンの勝つの前にはさすがの天才剣士もなすすべがなかったろう。すまんかったリンク。こうなる前にガーディアン研究の第一人者であるこのミーが、対ガーディアン用の武器を渡していれば、それで、古代兵装の研究してくれてたのか。と、果ての砦の数十体のガーディアンの亡骸を前にして思った次第である。そのようにしばらく考えにふけっておったら、先行していったプロは女子の姿は見えなくなってしまった。まあ、ここからもは目指すべき果ての村まで比較的安全な道のりだし、大厄災のダメージが少ない果ての村なら一人でもなんとかなるじゃろ。と思い、後を追うまでもなく、プロは女子との、は無言の別れと相なった。そしてミーはその足でかかりこ村へ引き返したのだ。長いな、この話。さて、プロは女子を見送った後は、正確には見送ってないが。今度はミーがアッカレ地方に出発する番である。かかりこ村に到着後、残った誘導石をリアカーに乗せ、すぐさま出発。改めてアッカレ地方へ。村を出て、デュエス島群を抜け、トモエサンドへ、アッカレ大橋を渡れば、アッカレ地方となる。一面に広がる赤い葉を眼下に、シャトー峠を越え、オルドーラ盆地を北へ。何もないで有名なアッカレ地方だが、本当に何もなくてよかった。道中何度かガーディアンに襲われたが、ミーはプロである。ガーディアンの動きを止めるなぞ、赤子の手をひねるのも同然。そうこうしているうちにアッカレ灯台に到着、リアカーから誘導席を下ろす。さすがは灯台、魔物の行動を見張ることに関してこれほど頼もしい場所はない。以降はここをネグラとすることにした。まだあんのか。一人っきりでの研究が始まった。いつ目覚めるかもわからないリンクのために果てしなく長い古代兵装の研究である。紅葉大地から青い炎を運んでは素材を溶かし精錬後古代装備に成形。研究者たるもの一日にしてならず毎日が同じ作業の繰り返しである。そこでミンはいいことを考えた。素材の精錬を自動化すればいいのである。あ、それがチェリーね。思い立ったミンはすぐさま誘導石を改造することにした。古代素材を入れれば素材を錬成してくれるそんなナイスな機械。機械の名前はミンの初恋の相手、チェリーちゃんだ。ほう、素材をチェリーちゃんに渡せば古代兵装に交換してくれる。これはいい。数年後、誘導石はチェリーちゃんへと姿を変えた。数年かかってんだな、それでも。が、研究は終わらない。まあ、素材とか研究費とかないもんな。どうせなら素材の精錬だけでなく古代兵装へと成形までさせてしまえば、誰でもお手軽に古代兵装作れるんじゃないか？ついでにチェリーちゃんを喋れるようにしたらもっと、プリッチーかも。と、変な欲に枯れたが最後、ここからが長かった。古代兵装への自動成形は困難を極め、何十年の歳月も無駄にした。まあ、どこでどう設計を間違ったか話す言葉もおかしい。というわけで、チェリーちゃんの改造は一旦頓挫することになった。月日が流れ90歳を超えた頃、一人の娘がここにやってきた。母の名前はジェイ・エリン。ミーを発作するためにインパ様に言われ、プルア女子の元で修行後ここに派遣されたのだ。あの人だね。母は有能だった。紅葉大地からミスなく青い炎を運ぶし、チェリーちゃんの設計図も再構築してくれた。そもそもかかりこ村からこのアッカレ地方まで身一つで来ている時点でただものではない。ジェリンとの共同生活の末、いつの間にかミーはジェリンをワイフと呼ぶようになっていた。ジェリンの手によってチェリーちゃんは古代兵装を成形し美しく喋るようになった。チェリーちゃんの会話は機械の域を超え、本物のハイリア人と遜色ないものになった。めっちゃなんか関西なまりしてたような気がするけど。
グッモーニングといえばおはようございますご主人様と返し、あの本どこへやったっけと聞けば本棚の何段目の右から何番目ですと答え、天地さえかまどの炎をもう少し強くしてもらえますでしょうかとお願いしてきた。そのために青い炎を紅葉大地まで取りに行ってやるのだが、そんなやりとりを心よく思ってない人間がいた。ワイフジェリンである。なるほどね。ワイフはミーとジェリーちゃんのやりとりを見るたび嫉妬するようになったの。だからちょっと解約したのか。控えとエイド、夫が眼前で他の女と話されるのはワイフとしては安心できるのではないだろう。長いな本当に話が。涙を流すジェリンにそう言われ初めて気がついた。ジェリンが設計したチェリーちゃんでジェリン自身が気づいてしまったのだ。賢いチェリーちゃんはミーが設計した時のおかしな言葉の状態に戻す。あれ、おかしな言葉はお前が設計した通りなんだ。そしてミー自らの手でチェリーちゃんの記憶をフォーマットした。それに加えミーがチェリーちゃんと言うとワイフの機嫌が悪くなるので、チェリーちゃんという文言も禁止し、今後はシーカーレンジと呼ぶことにした。それから数ヶ月後、無事赤子が生まれた。ワイフ2の男の子だ。赤子にグラネットと名付け、3人と一気このアッカレ古代研究所で暮らした。ズルダ姫が厄災ガノンを抑えておられる仮初めの平和の中で、グラネットが3歳になろうかという頃、久しぶりにプロは女子から手紙が来た。何でもビタロックなどのアイテムをパップさせられる研究が終わったようだ。ハートは果ての砦で別れてから数十年会っていない。以前の手紙でプロは女子にもかかりこ村から助手が派遣されたようだが、使い物にならんと書き殴られていたことを思い出した。さてミーも平和は享受しておる場合ではない。古代閉鎖の研究に邁進してねばならない。グラネットはすくすくと成長し、ミーの身長を超える立派な青年となった。青い炎を紅葉大地から一人運べたのを機に修行を重ね、世界を見て回るよう進めた。そもそも独立志向の強いグラネットだったが、その日のうちに出て行ったのには下を巻いた。一瞬、すぐ出てったんだな。未練なしってこと？グラネットの修行で思い出した。この件の数日前、プロは女子のもとでグラネットを修行させようと思い、母に打診してみたのだが、今は来るなと一言だけ書かれた手紙を返されたのだった。母に何があったんだろうか。縮んだんですよね。あ、終わった。ちこれで終わりか。知人だから来るなって言ってたんだろうね。あーごめん、ビビるな。バイサエ、あんたはそれ毎回やんのね、その向きで。チェリーちゃん。いやー、シーカーレンジは古代兵装を作るために耳が作った機械じゃ。なかなかプリチ可愛いじゃろ。ミーのファストラブ、初恋のこの名前なんじゃが、ワイフには不評での。チェリーちゃん中と、ワイフが転んでシーカーレンジと呼ぶことにしとるんじゃ。他の質問はないんだな。まあいいや、これは。終わり。お金さえ作れば、作れんだろうけどな、古代兵装。これ。何なんだろうな。おお、こうなんだろう、ちっちゃい部屋だな。入れたりしないのか。扉があるっぽいけど、これグラネットの部屋なのかな。倉庫とか。あ、こっちがグラネット臭くない。なんかガンガンに打ち付けてあるけど。上行けるな。そういや、向こうも行っちゃん上には、あれがおったよね。コログが。やべ。ここ、まずいな。これ足場できないか。ダメか。うまく登れる場所があれば、オッケー。あ、何もないのか、ここ。見えるなぁ。この辺から飛んだらいけねえのかな。なんかあるぞ。なんか憩いのスペースがある。あ、コログいた。何見てたんだろう。オルディン火山。まあ、そうだな。古代兵装作るか、とりあえず。
かかりこ村帰ろうかなら。かかりこ村がちょっと、物とかアクセスしやすいから。果てのじゃなくて。あれ、かかりこ村。あったあったあった。ま、お金作ってきたので、これ、ああ、違うよー。君に用があるんじゃないよー。2000ずつぐらいだってね。じゃあいけるわ。あ、全部、あれか。歯車が全然足んねえか、そうなると。頭はいっか。とりあえず、鎧作ってもらうか。結局お金作ってきたけど、あんま意味ないな。歯車が全然足んねえわ。またガーディアン狩りとかしよっか。あれに行けば行け、いいかな。忘れられた神殿とか。古代兵装や強いからな、いっぱい欲しいけど、バネがいいのね。ま、いいや、とりあえず。よし、どうしよっかな。まあ、彼まで来れたから、とりあえずこの辺で終わろっかな。本当はゴロンシティまで行っときたかったけど。お宝だ。え、これで1個しか、あ、2個か。2個取るのが関の山？関の山？なんか使い方おかしい気がする。2個しか取れないのか。まあいいや。まあいろいろ行きたいとこあるんだけど、次回にしよっかな。本当は、オルディン火山の方行って、ゴロンシティに行っときたかったんだけど、まあ、あっかれ来ちゃったからな。まあ、やろうと思えば、こっから、飛べば、まあ、この辺の地域には着陸できるから、次回はそれでまあ、ゴロンシティに行こうかな。まあ、他にもこの辺行っときたいとこあるしな、どうしよっかな。まあ次回そうだな。ドクロ駅とかも行きたいし、瞬間移動の話もやってみたいし、あと全然関係ないけど、このチンクル島巡りもやってみたいしってのもあるし。まあ、他にもやりたいことあるな。この辺も早めに読んで、ゾーラ史読みたいとこではあるけど。まあとりあえず今回ここまでにしとこう。まあ多分また変な時間に終わってるから続きやると思うけど。それまでに、とりあえずここのマーキングだけは外しに行こうか。チェックしに行こう。こっちのオルデン地方はまあ放置するけど。そんくらいかな。あとはまあ、ガーディアン倒して素材集めるかもしれない。まあとりあえず今回ここまでにしときましょう。ではまた次回。バイバーイ。